シリーズ平成の記憶。今日は超音速旅客機コンコルドです。世界中から羨望の眼差しで見られながらも姿を消したコンコルド、その夢の軌跡を追いました。平成が始まったばかりの1989年2月、羽田空港にコンコルドが降り立ちました。大喪の礼に参列するフランスのミッテラン大統領を乗せて日本にやってきたのです。1994年には開港したばかりの関西国際空港にもやってきました。デルタウィングと呼ばれる三角形の翼、機首にかけて直線的に伸びた流麗なフォルム、その姿は多くの日本人の心を捉えました。わあ、これがコンコルドですよ。普通の飛行機とは全く違う独特のフォルムです。フランスとイギリスが共同開発し、世界で20機しか製造されなかった貴重な機体がパリ近郊の航空博物館に残されています。最大の特徴は旅客機として初めての超音速での営業運行でした。最高速度マッハ 2.2、パリ・ニューヨーク間をおよそ3時間半で結んでいました。料金は同じ区間を運行するエールフランスのファーストクラスよりおよそ2割高く、機内では三つ星レストランの高級フレンチが振る舞われるなど、まさに夢の旅客機でした。D'en avoir fait quoi, d'avoir. Il prenait, je vais te dire, hein, il prenait les plus beaux, les plus intelligents et les plus modestes. Voilà. Air France の元パイロット、ジェラル・デュゲさん。30年前にニューヨークからパリまでを2時間59分32秒で飛行した世界記録が自慢です。On part le matin de Paris vers 11h et on se pose là-bas à 8h du matin. Alors qu'on est parti à 11h du matin. On se pose avant d'être parti. しかし、夢の旅客機は欠点を抱えていました。超音速飛行により地上に爆音が発生することがあったり、燃費が悪く乗客定員100人では採算が取れていなかったのです。そんな中、運命を決める出来事が。私の後ろに白い煙が見えますが、あそこが墜落現場です。2000年、パリ郊外で113人が死亡する墜落事故が起きたのです。原因は滑走路に落ちていた金属片を踏んだ弾みで燃料漏れが起きたこととされていて、直接コンコルドに問題はありませんでした。それでもその後メンテナンス費用が高騰、さらに2001年のアメリカ同時多発テロを受け乗客数が減少したことが追い打ちをかけ、2003年惜しまれながら営業運行を終了したのです。不幸な運命をたどったコンコルドですが、世界中の人々の記憶に残り続けています。機体を復元し魅力を伝えているアレクサンドル・ポズデルさんは、超音速旅客機の再来に期待をかけています。Actuellement, il y a des projets qui sont en cours de réalisation pour des avions qui vont voler aussi à cette vitesse-là. On croise les doigts. 実は今、アメリカのベンチャー企業が超音速機の復活を目指していて、一昨年には日本航空が業務提携を発表するなど開発が進められています。早すぎた超音速旅客機コンコルド。その夢は次の時代へと続いているのです。